はい、こんにちは。月例のよっぽライブの前にやるもっちゃんと真面目な数学の第8段か9段か10段ぐらいです。はい、で、さっき実はこの撮影の前にキョロキョロさんと中学数学のね、基本的なことをやってちょっとボロボロだったんだけどもっちゃんが格の違いを見せてくれるんですよ。ということで、ちょっとだけ挨拶を。あ、はい、すいません、呼び乗りの匠です。お願いします。人気絶好調だ。全然人気絶好調。はい、そんなことないですね。どうぞ。あ、私も、はい、おっちゃんです。普段の動画撮んなくていいの？いや、もうさっき撮ったんで、はい、ケロケロマスミです。あ、それだけだった。はい、じゃあ始めます。パッパとやって、パッパと終わらせて、はい、そして準備しますね。お腹見えました。はい、着席。なんだのオープニングだ。はい、すいません、いつも思います。じゃあ今日のテーマは積分。はい、積分サークルじゃないけど積分やります。積分でなぜ面積が出るのかという話なんですけど、一応ペン持ってね、やる気ある。やる気ね。なんかこんなさ、F かっこ X ってあって、で、なんでもいいや、ベータ、アルファ、F かっこ X の DX ってやると、何が出るんだっけ？こういう面積。なんかこうやって、こんなあって。ここの面積。おお、ほらね。なんで、こんなことすると、ここの面積が出るのかなっていう。なんかこんなくねくねしたところの面積ってなんか出しづらそうで、これでぴったり出ちゃうんだよね、寸分高わず。はい、なぜかなって知ってる？勉強した気もしますが、うん、もう何も残ってません。そうですね。で、じゃあなんでこれで積分で面積が出るかっていう話をしましょうっていうことで、こんなところにいきなりこんなでかく書いたと書くところから一旦消します。じゃあここで、積分って微分の反対だ、逆演算だっていうのはあれだよね、知ってるんだよね。はい、まあだから例えばy イコール x2 乗プラス 3x とかっての積分しろって言われたらそれぐらいできちゃうんだよね。はい、ちょっと時間かけて思い出せば、記憶を、うん、まあ y イコールとは書かないけどな。あ、じゃあなんだ、こうか、 x2 乗プラス 3x の dx はとかね。わー、やばいな、記憶が。これでも3乗は、そうそう、3出てくるから、うん、わ、またこれ視聴者のお尻見せない。ちょっと待ってください。考え、待つ、ね、思い出すの大丈夫ね。これはでも何か分かんないですよね。でもそれはでもあれじゃん、こう、あれ、微分してこうなればいいんだから。じゃあこれは、うん、3分の1か。おー、さすが。あ、記憶が。まだいる。プラス、まあ、2分の 3x 乗プラス、おん、あれ、合ってる、プラス b、あ、A か。なんか1個あ、そう。お、さすが。積分定数を燃やされてるがね。別に何でもいいんだけど、まあ一般的に C とかね。かね、え、あ、そうか、だから定数が長いんだよね。はい、合ってます。で、まあ、要するに、微分、積分っていうのは、これを微分してこうなればいいよっていう、微分の逆演算だね。じゃあそこで、じゃあまず、そもそも微分ってなんだっけ？はい、微分の定義書いてください。はい。もうちょっとあっちに書いてほしいな。うん。これね、A。H の方がいいの？別に文字は何でもいいけど、一般的に H 使うよ。あ、そうか。A はあれか、F かっこ X マイナス F かっこ A の時。はい、でも、多分今のは多分ただのミスだと思う。そうですか。あ、H、はい。ここが H じゃないんですよね。え、H でしょ。しかも引き算じゃないよね。そうすか。うん。マイナスどっちだ？だって、微分って何出すんでしたっけ？これの、この傾き。そうだね、傾きだよね。傾きってなんだっけ、どうやって出すんだっけ。さっきほら、ケロケロさんと思う。こう。あ、そうね。はい、これ要するに傾き、じゃあ一応でも聞いた以上答えてほしいね。じゃあ傾きなんだっけ。X の増加量分の Y の増加量。おー、X の増加量分の Y の増加量で、で、だから F かっこ X って名前違うじゃん。F ダッシュ X は、ここでじゃあ一応、リミット H0 するのね。と傾きだったよ、さっき言ってくれたように。で、傾きってのは X の増加量分の Y の増加量。で、こうあって、じゃあ、さっきもっちゃんが接線だって言ってくれたのは、こっからここまでだったら、ね、傾きはって言ったら、X の座標を引いて Y の座標を引けばいいと。で、そうすればこの傾き出るんだけど、これをどんどん X の増加量を、X の増加量を限りなく0にしたって感じだね。で、こっち行ったら Y の増加量だよね。これが F かっこ X とすれば。これが Y の増加量を X の増加量で割って、その X の増加量が限りなくゼロに近づけば、
それは瞬間の傾き、すなわち接線が出るねって話だね。じゃあまず微分の定義そこに書いてくれました。じゃあ次に、じゃあまあ本当は下行っても上行っても出るんだけど、じゃあ一応やりやすいにこうこんな不確固 X があったとしますと。でさっき、面積だったよね。じゃあこれ出してみよう。こう例えばあるところ X って決めたら、この F カッコ X と X 軸で囲まれた面積っていうのは X の値が変われば変化する X の関数だよね。それは間違いないよね。別に起点どっからでもいいんだけど、どっからでもいいんだけど、はい、まあじゃあ例えば0からでもいいんだけど、じゃあこの面積っていうのは X の値が決まればある一つの値に決まるよね、うん、増えれば増えるしっていう、 X の値が一つ決まるとそれに対応する値が一個決まるのを X の関数っていうのね。じゃあこの面積も X の関数ですねと。じゃあ S カッコ X としましょうと。じゃあそこで、じゃあ、じゃあここが X で、ここが X から H 増えたとします。X プラス H ね。ここの座標が X プラス H で、ここが X で増えた量が H ね。そうすると、ここの面積っていうのはどういう式で表せるかっていうと、この下の部分の面積の関数を S カッコ X すると、ここまでの面積が S カッコ X プラス H。だね。S カッコ X プラス H でね。で、ここまでの面積が SX。ってことは、ここの面積っていうのは引く。ほらね。こうなりますね。はい。じゃあそこで、じゃあこの面積はこうだと。それ間違いないと。そこでじゃあこの面積は知りたいんだけども、じゃあこの面積と同じ面積になるような長方形をまあなんかこう作ってあげることができそうだよね。別にここじゃないかもしれないけど、この途中に。じゃあそうするとじゃあここの交わったところをの座標を t とすると、ここの y 座標って何？ ft、うん、f 比較 t でね。ってことはすなわちここの長さがFT。F カッコ T でね。で、じゃあ、ここの長方形の面積っていうのはどういう式になる ?H、うん。FT かける H。そうね。そうすると、この面積だったね。は、H かける、H かける F カッコ T が、こうだよね。じゃあ、ここで、H 別にこれから0に近づけるけど、0じゃないんで、割っちゃいましょうと。割っちゃうと、H で割っちゃうと F カッコ T は S カッコ X プラス H 引く S カッコ X 割る H と、そうなんかこう見覚えのある式になってる。これ来たね。じゃあそうすると0に近づけたくなっちゃうね、 H を、うん、そうするとどうなるかというと、 H0 に近づけるとこれがどんどんどんこう0に近づいていくと、この T 何になる？ここの座標が T ね。X になる。だってね、じゃあこう X にしちゃっていいですか？はい、どうぞ。もうそうなるよ、これ。これって、面積の関数を、の微分の定義そのものだよね。うん。面積の関数を微分したら、この関数になる。から、F カッコ X を、微分と積分は逆だったよね。逆？だから F カッコ X を、積分したらと微分の逆なんだから、これが SX になるねと。うーん、面積の関数のを微分したものがこれなんだから、微分と積分反対だからこうなりますね。ちょっと補足して、いけないところいけないところ。これ元々何でした？ H だったんです。これだ、これ FX、うん、これ何に書き換えたんでしたっけ？何も書き換えてないよ。あれ書き換えてない、うん、この上にふにゃふにゃした関数の下にできる面積を S カッコ X としただけ。で、その S カッコ X を微分したらこうなったってことは、これを積分したら面積の関数になるねっていう話。なんとなくまだ納得いかない。微分っていつしました？いや、だから、微分の式が出てきちゃったねと。H で割ってみたら、微分のっぽい式になったから、じゃあ H 限りなく0に近づけてみようか。うんうん、そしたら、微分の面、定義そのものじゃん。面積の微分の式が F カッコ X ね、うん、なんで F カッコ X をじゃあ微分と積分反対だから積分したら面積の関数ですねと。大丈夫だと思います。分かった、くれた。
いい合ってる？まあ、そうですね。これね、厳密にいけないところじゃ指摘しろよ。いや、定積分と不定積分の違いが少し難しいんですよね、ここは。説明するときに不定積分と定積分の話なのかっていうのが、まず一つ難しいポイント。うん、で今回はまあそこら辺を抜きにしたら、まあ、一つ説明になってる。はい。はい、じゃあ、そういうことで許してください。大丈夫。じゃあ、以上です。ありがとうございました。スムーズでした。